ミオ、ナナ、テマちゃんということで始まりました、テマちゃん。本日はミオナナ会でございますけど、今日はですね、うん、私が以前企画会議で出した、ほうほうほう、あれを、お、あれに、挑戦しに来ました。なんだ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 。でもちょっとこのね、場所の雰囲気で察してみて、ちょっと、どう感じる、何か感じる、うん、感じる。なんか辛い匂いしない？うん、香辛料の匂い。そうだよね、うん、なんかするよね、うん、あっちらへんからしない？何ということでやってきました、みせんさん。はい、本日はヤバみせんさんに、はいはいはい、激辛グルメを挑戦しにやってきました。あ、そういうこと。そうなんですよ。なるほどね。私そうずっと激辛やりたいって言ってたから、うんうんうん、ちょっと今回念願かなっての激辛に、ちょっと奈々ちゃんにも一緒についてきてもらって、しゃーなし、しゃーなし激辛ちょっと苦手な奈々ちゃんにも、激辛苦手、ついてきてもらったので、早速2人で今回は挑戦していきたいと思います。それではレッツゴー。テバちゃん店内にやってきました。え、なんかさ、うん、こういう丸いテーブルめっちゃワクワクせん？わ、うん、かるめっちゃいい。ね、めっちゃいい。ほんとなんか雰囲気もいいし。ナナちゃん店に来たことある？ない。ないよね。ない。でもさ、うちらさ一回さ、新幹線乗る前にさ、名古屋駅にさ、うん、あるよね。ある店買ったよね。そう、テイクアウトして、そうそうそう、チャーハン、その時はチャーハンをテイクアウトして、うん、買って食べたよね。食べた。でもすっごい美味しかったよね。めっちゃ美味しかった。お店にね、食べに来るの初めてなのでね、でワクワクするんですけど、はい、こちらに本日カンペが、はい、3枚3枚あるので、3枚ございます。まずカンペ1、カンペ1、はい、店について、おー、なるほど、なるほど、紹介していきたいと思います。はい、店さんは、はい、名古屋の台湾ラーメン、今池の台湾料理店、店が発祥。名古屋の台湾ラーメン。そう、名古屋の台湾ラーメン、うん、で、うん、昭和40年代に台湾出身の創業者が単通麺を辛口にアレンジして、うん、従業員のまかない用に作ったのが始まり、で、それを知った常連客から食べたいとのリクエストがあり、メニューに加えられた、うん、で、その際台湾人が作ったため台湾ラーメンと名付けられる。なるほどね。じゃあもしか、ナナが作ったらナナラーメンにね。そうなんだ。ナナちゃんはさ、台湾ラーメンを食べたことある？なんかね、台湾ラーメンが何かあんまり分かんない、うん、あら、と思ってカンペ2が、こちらにカンペ2がしっかり、カンペ2、台湾ラーメンの特徴を、じゃあ紹介してくれるってこと？紹介します。はい、台湾ラーメンの特徴は、うん、丼一面を覆うニンニクと唐辛子で味付けした台湾ミンチ、台湾ミンチらしい。台湾ミンチ、お肉、あ、ミンチ、そう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 。で、スープはシンプルな鶏ガラスープで、この2つが合わさると辛さの中に濃厚な旨味と深いコクが生まれるそうです。なんか普通にさ、この文字だけで美味しそうだよね。うん、ミンチが乗ってるってこと、ね、そう。ちなみに辛いのは得意？なんかミセンさんには辛さレベルがあるらしく、でその辛さレベルが、うん、じゃじゃん、1から6まで。あ、結構あるの？そう、結構あるの。7がないのよ。7がないの、ごめんね。だからちょっと7をには、7がないから6。7は1。いきなりね、6はちょっとハードルが高いけど、でもそのアメリカン、1からはミンチや唐辛子の量は通常と一緒で、スープを増量して薄めているため器が少し大きい、辛さ控えめ、うん、ああ初心者に優しい、ナナちゃん向きかもしれない。そうだね。で、通常、これは多分あれじゃない？普通の？うん、普通の。見たことあるやつ。見たことあるやつだと思う、うちらが。で、もう3から結構もう異常なぐらい。そんなに変わるの？こっからめっちゃ変わるらしい。で、3から変わるの？そう。なんかおしゃれな名前だね。イタリアン。
でもイタリアン、メキシカン、アフリカまでは分かるのよ。エイリアンって何？これだけ異次元なのよ。え、多分異次元の辛さってことをさ表したいんじゃない？そうだよね、多分そうだよね、うん、何からが気になる。え、私はアメリカン。あえ、なんかやっぱ安泰、うん、私アメリカン行くから、うん、ミオエイリアン。え、嘘でしょ。え、だって辛いのなんかハマってるらしいもん。いやでもハマってるから確かに食べれるかもしれない。エイリアン、うん、いやまずじゃあ1辛と2辛にしよう、うん、あ通常、うん、とりあえずこの2つ頼む。なるほど、うん、まあ、とりあえず、ね、とりあえず食べて、うん、いけそうだったらちょっとエリアこの辺。エリアいやいやいやこれはでもなんかお店の人も責任が取れないぐらい辛いらしい。え、じゃあもしかしたらさ多分で倒れちゃうかもしれない。だからミオが倒れたらナナが責任を。なんでだよ。え、私呼ぶ呼ぶ119。え、全然呼ぶ。ナナが運んでくれるんじゃない。あ、違う119。任せて。マジか。だからちょっとこれは危険だから、うん、まあ、ここまでぐらいで、うん、まあ、ここへ行って、まあ、その行けそうだったら、まあ、この辺行こう。よし、うん、頑張って。頑張って。何人任せるの。頑張って。え、まあ、なんか普通に台湾ラーメン以外のさ、あ、確かにメニューもさ見たい、こっちにあるんですけど、え、でもえなんかネットで調べてたんですよ、メニューを。でもネットで調べてるより全然多くない、うん、だって裏もあるでしょ。そう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 、うん、え、美味しそう。でもなんか、何そう、何を、何ごま団子、こんな数ある中のごま団子。ごま団子決めてたでしょ、最初から決めてた。この人決めてました最初から。ごま団子絶対食べたわ。てぱちゃん料理がやってきました。イエーイ、すごい、すごい。あの、私たちも気合い順番で挑むために髪の毛をしっかり結んできました。気合はね、もう戦う準備はできてるからね。気合十分、準備十分、準備十分。ということで、こちら右からアメリカン、うん、通常、そして5辛のアフリカン。アフリカンだけ、アフリカンやばい、えげつないのよ、うん、本当に。あの、匂いもすごい、すごいよね。来た瞬間の匂いもやばいし、こうしただけでもう香りがやばい。え、大丈夫かな。ちょっとナナの前に置いていい？ちょっと大丈夫。そうだね、仲良く。じゃあ、ナナちゃん通常から行く。通常じゃ、これ、あれだよね、通常の1個さ、アフリカン、アフリカン、あ、違うよ、アメリカン、アメリカン。もうダメだ。じゃあアメリカン、うん、じゃあ、ミオはミオ通常から食べようかな。うん、え、辛いの得意だもんね。そうだね、やっぱ、あの、プルダック麺で鍛えられてる。そうだよね、うん、よし、スープも。でもさ、お肉めっちゃ入ってるね、うん、想像以上に入った、ね、え、美味しそう、やばい。なんかやっぱちょっと辛そうだね。ね、ちょっと、でもこれ通常でしょ、うん、これ優しい方でしょ、うん、え、ちょっと辛いの、辛いの避けるわ。唐辛子の量が多いね、やっぱ。ね、だって全然入ってないもん、まあ、ちょっと入ってるけど。わー、よし、いただきます。これは辛くないからね、多分大丈夫だよね、うん、え、ちょっと怖い。マジか。マジか。ちょっと待って。え、やばい、い、痛い。でも通常だよ。え、嘘つき。絶対嘘。え、やばい。え、やばい。え、やばい。熱い。急に体が熱い。え、やばいやばいやばい。え、めっちゃ辛い。え、辛くない？辛い。あ、辛いんだ。なんかちょっと辛い。けど、いけそう。美味しく食べられる。うん。あの、うん。うん。まあ我々、ね、辛いの得意じゃないですからね。ちょっと予想すぎちゃったかも。え、辛い。やばいやばいやばい。意外と辛い。
てか待って、なんか舐めてたわなんかあの、うん、え2でこれでしょ、通常でこれでしょ、うん、一旦これ挟むわ、うん、これ食べたら、うん、ちょっとこんなによそちょっと食べきれる気がしないんだけど、え、もう辛いよ、全然これもめっちゃ辛いよね、うん、これ食べたら多分涙出てきちゃうんだけどえ、普通にむせた、めっちゃすそったら結構ピリピリする、ピリピリする、マジ喉の奥がマジ炎症やばい、本当にメリカンは、うん、お、いいね、なんか、うん、口に入れた瞬間、うん、ふわっと香るニンニクの匂いと、うん、ニンニクの匂いと、うん、なんか食レポ頑張ってる、なんか舌がピリピリしてちょっとだけ汗が吹き出そうな感じそれがアメリカン、それがアメリカンはい、で通常はいやもう痺れるどころじゃない、もう電流走った、電流走った、さすがに、さすがに、なんかアフリカンのこっちが誰しもがむせる辛さ、うん、って書いてあるんですけど、うん、全然通常でむせました結構いけるやろって思って思いっきりすすったら全然いけん、マジか、やばいやばい、あと鼻水が出てくる辛すぎて、そんな辛いの、やばい、ビオナナチャンネル、じゃあ一旦、うん、お互いちょっと交換する、交換しよう、はい、ちょっと覚悟して食べてほしい、よかった、まだ舌が痛い、え、そんな取らない方がいいよね、うん、じゃあ私逆にめっちゃ取る、うん、結構舐めてた、なんかフルダック麺で鍛えられたかなって思ってたけど、じゃあいきますね、うん、いける？え、いける？なんか、口に入れた瞬間は大丈夫なんだけど、なんか、この辺がピリピリする。え、痛いよね？いや、うん、いやもうすんごい痛いの。でも少量しか食べてないから、あ、でも、あ、辛いわ。え、辛いよね。辛い。今結構、麻痺してきてる。やばい。あのこの絶対に映さないでほしいけど、この鼻下の汗がやばくて今本当に、え、待って、辛い、汗かいてるもん今、え、体熱いやばいよね、やばい、めっちゃピリピリする、めっちゃ辛いよね、やばいわ、おとなしく通常、通常じゃないアメリカンだけにすればよかった、辛いわ、やばい、辛くてあのカメラを忘れてしまうあ、ごま団子が来た、うん、すっごい美味しいんだけど本当に汗が止まらなくてだね、このヘリを見てほしい、やばくない、でも奈々ちゃんまだ減ってないから、辛い、辛い、ダメ、いけない、もうちょっとだけ食べてみよう、頑張るね、美味しいよね、味は本当に、ね、味はね、美味しい、すごい、ちゃんとにめっちゃがっつりニンニクって感じ、こんな生きたらやばいかも、いけ、でも汁ない方が意外といけんのかな、辛い、うん、めっちゃ辛いわ、辛い、めっちゃ汗かく、やばい、うん、やばいわ、めっちゃ美味しい、あの、うん、やばいわ、うん、うちらが多分美味しく食べれるのはアメリカンちょっとそう、なんか思ったより
辛かった。なんかそんなに辛くないと思う。正直めちゃくちゃ舐めてた。めっちゃ。みよななチャンネル。ななさん。ラスボスでございます。あの今回まあこのアフリカン頼んでしまったからにはもうこいつを食べないと終われないということで、まあね、あの私たちが食べれなかった分はスタッフさんが美味しくいただいてくれるらしいので、そうだね、頑張ろう。うん、いや美味しい、味は本当に美味しいんだけど、あまりにね辛さ耐性がないもんで、なんかもうすでに口が辛い。わかる。あと匂いでピリピリしてる。全部やられてる。行きますか。覚悟を決めて倒そう、戦おう。やるぞ。行きます。まずは。下準備。いや食べますからね、ちゃんとスタッフさんがね、スタッフさんがね。この辛い部分はなるべくこのこちらのこの、ね、色の薄い部分を。え、一口でしょ。あれやばい、取りすぎちゃってるよね、絶対に取りすぎちゃってるよね。え、もうこれはもう戻すわけにはいかないから、行、うん、くわ。ミオ、うん、はこれくらい行きます。行け。ああ、一緒に行こうよ、最後は。最後はちょっと一緒にさ、ちょっと待って。待って、辛いとこやばい、取っちゃった。やば、最悪だ。辛いとこ取っちゃった。これは甘えだよね。でも見て、これめっちゃついてる。待って待って、甘えだよ、それは。待って、やばい、やばい、やばい。ねえ、な、7?7?でも真っ赤、もうちょい、もうちょい行こう。ミオのさ、ところはさ、から赤くないけどさ、私のとこ真っ赤。ああ。じゃあ違えた、取るとこ倒します。最後にいきます。じゃあいくよ、せーの。バグってんのかな。え、待って、え、どう、めっちゃもう、うん、え、バグってんのかな。え、怖い、自分が怖い。待って、なんか辛い、噛むと辛い、辛い、やばい。え、なんか感覚が麻痺ってるんだけど、汗はめっちゃ出てくるの。待って、結構やばい、結構やばい。待って、辛い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 。待って、ななちゃん来た。待って、辛い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 。今来てるよ。うん。やばい、やばい、やばい、やばい。ねえ辛い、痛い、ねえ辛い、痛い、ねえやばくない、怖い、ねえやばいよね、下すごい汗見て、やばい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 。なんかこれやばい、やばい、走り回りたいぐらい、やばい、暑い、暑いし痛い、わかる。ミオナナチャンネル。ちょっとあの食べきれないのが、自分でよそった分を食べきれないのが悔しいので、生卵を追加して挑戦したいと思います。この量にさ、この卵割るって贅沢だよね。本当に申し訳ない。もう
鶏さん、もう全ての鶏さんに感謝。あと先ほどご好意でいただいた、もうちょっと食べかけなんですけど、ソフトアイスをいただいたので、ちょっとこれを食べてご褒美のアイスでフィニッシュしたいと思います。いきます。いけるかな、すすったらやばいかな。いける？生卵効果やばい。全然食べれる。美味しい。美味しい。おかわりとは言わないけど、とはならないけど、めっちゃ美味しい。食べ終わった。ほら。完食。すごい。でも残ってるよまだ。あのこの辺にスタッフが美味しくいただきましたね。やめて。やめて。自分これぐらいしか食べなかったやろ。よし。やめろよ本当に。よし。一人アイランド。しかも見てください、ごま団子が減ってます。私3つくらい食べた。いつの間にかごま団子が減っております。てばちゃん、ごちそうさまでした。ななちゃん、初見せんいかがでしたか？いや、なんか結構ちょっと舐めてたから、ね、なんかその、なんだっけ、アメリカン、アメリカンは多分余裕でいけるって思ってたんだけど、アメリカンからすでにもうピリピリ、ちょっと辛くて、ちょっと私にはちょっとまだ早かった。でもなんか他にさ辛くないのもあったじゃん。そうだからなんかいろいろ楽しめてめっちゃいいなって思いました。ねえ、本当になんか辛いのが好きな方にはもちろん。ね、本当なんか辛いのが苦手なうちらでもね、食べれる、そう、あの美味しくいただけるものも本当にたくさんあったので、ぜひちょっと私たちはね、あの残念ながらアメリカンはちょっとうん、残念ながらだったんですけど、はい、あのぜひね、アフリカンよりもすごい、エイリアンで、ね、挑戦するものが現れたらちょっと教えてほしい、辛いものが好きな方はぜひ挑戦してみてください、そして、私たちが9月に開催する名古屋城でのライブにて、こちらのミセンさんが、ミセン、ヤバミセンさんがなんと出展してくださることが決定しました。すごくない？すごいよね。すごいよね。すごいよ。まずなんかあの出店ができるってだけでわーって思ってたのに、そうそうそう、なぜかのミセンさんに出展していただけるということで、もう今から楽しみです。本当もう皆様ぜひぜひぜひあのライブも楽しみにしつつ、あの出店もぜひ楽しみに遊びに来ていただけたら嬉しいです。ね、お願いします。そしてさらに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 ヤバ店、ヤバミセンさんの方にあの私たちが先ほど書かせていただいたあのうちわ、そうサインを書かせていただいたんですけど、お店の方に飾っていただいてます。はい、ここにね私とミオの飾ってあるので見に来てください。お願いします。お願いします。ありがとうございます。そう、もうぜひ、じゃあもう、これはね、エイリアンに挑戦しに来る理由ができたということで、ね、確かに。もう皆さん、ぜひぜひ、あの、私たちのサイン入りうちわを、ぜひ、写真撮りに来たり、ね、ご飯、そして美味しいご飯を食べに来たり、そうだね。今日は、ミオナナチャンネルでしたけども、はい、次回もミオナナチャンネル、継続できるかな、継続できるかはもう皆様のお声次第ですから。なるほどなるほどなるほど。みんなの、そう、皆様からも評判が良かったら第2弾、ミオナナチャンネル
第2弾があるかもしれないので、ぜひこうご期待。もうね、ミオナナで、あ、ミオナナチャンネルで行きたいところ決まってるの、うん、え、もう次決まってます。決まってるよね。ちなみに決まってます。え、もうそこにどうしても行きたいじゃん。うん、ミオナナチャンネル。うん、だから、あの、皆さん、再生回数伸ばしてください。ぜひ、グッドボタンと。え、なんだっけ、高評価。高評価。高評価、チャンネル登録。コメント、コメント。よろしくね。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。